こんにちは速歌塾のコ保です今日もねメタボ47プランク2分間やってみようかと思いますさあ始まってますよイヤホンを耳に挿してまあ、お気に入りのね音楽を聴きながらやってるんですけどもお気に入りの曲を聴くとですねまあ、1番が終わって2番の B メロぐらいで終了なんですよね まあですので、サビまで頑張ってやって、サビをしっかりとね、心の中で口ずさむと、もう終わりが見えてきたかなって感じなんで、だいたいね、4分ぐらいの自分のお気に入りの曲を探してですね、それをまあ1番と2番の B メロぐらいまでこう楽しんでいく感覚でやれば、皆さんもね、やっていけるんじゃないかなと思います。もうすでにですね、今お腹がプルプルしてますよね。これはですね、あえてですね、 グッと力を込込めめるとか力力を込めて力をて抜くところを抜くという形であの筋肉をね意識してつけるようにしているということなんですよね。で、ミター i m さんにもこの動画をよく見ていただいて評価をいただいているんですが、現在ね、私は2分のプランクとあと1分のプランクを1日のうちに何回か散りばめてこの鍛えているということになります。ウエストがビュン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 細くなるってことははっきり言ってありませんし、ウエストっていうのはね、あらゆるその、 なんですかね、えー、まあゼイニの中で一番最後に落ちるのは覚悟してますんで、お腹周りはもう長期戦です。ただ目先の体重とかが減ったり、足とか腕の筋肉っていうのは目に見えて変わっていくんで、そちらがね、結構楽しみだなと思ってるんですよ。 さあ、プランクの方は1分半を超えました。やっぱりね、こうやって喋りを入れないと、ただ眺めているだけと結構長いんですよね。えー、ですので、皆さんもね、無言でプランクやると長く感じますから、やっぱりお気に入りの曲を聴きながらとかね、やった方がいいと思います。まあ、これ、こっち見てますよね。余裕でこの表情がね、出てるのがわかると思います。体の方は、まあ、相変わらず一直線でできてるかな。お尻がちょっと出てるかなってことですよね。さあ、そろそろ2分間が終わりますけども、最後にね、パフォーマンスを入れてみました。 もう余裕だよってことを示すためのパフォーマンスです。片腕でこういうふうにね、プランクを継続していくって形です。そうやって、拳をガン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 やってね、<laughs> これなかなかできないと思います。それで、この振り上げた拳を反対方向にこうグッと入れるやつは失敗しましたね。はい、すみません。今日もお疲れ様でございました。